それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。カリオストロー、好スタート。ブラバシュドール、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてカリオストロー行きました。先手を取ったのはカリオストロー、その外からブラバシュドール、黄色の帽子リアンドル、その後ろからはパッシングスルー、並んで4番サンクトゥエール、リュヌルージュ、この馬もこのグループ。これに続いてパラスアテナ、その隣にアブレイズ、シゲルピンクダイヤ、上がっていきました。これに続くのがムジカ、並んで10番セイウンビーナス、すぐ後ろに電光安住。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ここでリアンドル先頭に変わりました。まだ粘っています。リュヌルージュほとんど差がありません。サンクトゥエール3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。リアンドル先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。リュヌルージュ懸命に追いすがります。外からサンクトゥエール、リアンドル先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってサンクトゥエール、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はクラバシュドール、2番手はパッシングスルー、クラバシュドール先頭だ。クラバシュドール、クラバシュドール、1着、2着にはどうやらパッシングスルー、クラバシュドール、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ花を切るのはどの馬か。ファンサラッサ前に行きそうです。ダイワキャグニー、それに続いています。さらにはボンセルビーソ、5番エアスピネル、その後ろファンサラッサ、先手を取りました。ギベオン、それに続きます。内からはフォックスクリーク、並んで6番クラバシュドール、その後ろからはアルジャンナ、黒の帽子ケイデンスコール、その後ろすぐ隣にラセット、最後方にルフトシュトローム。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。9番パンサラッサ、依然として先頭。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はパンサラッサ、2番手はエアスピネル、ダイワキャグニー、3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はパンサラッサ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はエアスピネル、外からギベオン、前に迫るケイデンスコール、エアスピネル先頭、残り 200m を通過して、先頭はエアスピネル、エアスピネル粘る、エアスピネル粘る、エアスピネル先頭だ。エアスピネル、エアスピネル、1着、2着にはどうやらギベオン、3着にルフトシュトローム、勝ったのはエアスピネル、このレースを制したのはエアスピネル。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。オーソリティ前に行きそうです。オーソリティ先手を取りました。並んで4番カレンブーケドール、その外にディープボンド、内からはディアスティマ、オレンジの帽子アリストテレス、その後ろすぐ隣にユーキャンスマイル、ウィン・マリリン、そのうちに続いています。その隣にマカヒキ、すぐ後ろに名称天元、並んで7番オセアグレイト、その横にメロディーレーン、しんがりからワールドプレミア。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度11番ディープボンド、レースを引っ張ります。オーソリティ、すぐ後ろ少し開いてアリストテレス、内からはウィン・マリリン、並んで8番ディアスティバ、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ユーキャンスマイル、この馬もこのグループ、カレンブーケドール、それに続いています。並んで1番マカヒキ、その外からオセアグレイト、内からはメロディーレーン、その外に名称天元、最後方にワールドプレミア、もう一度先頭から11番ディープボンド、依然として先頭。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その後ろにオーソリティ、大きく離れましたアリストテレス、並んで8番ディアスティバ、その外にユーキャンスマイル、内からはウィン・マリリン、並んで1番マカヒキ、その外にオセアグレイト、並んで4番ガレンブーケドール、
その後ろからは名勝天元。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として11番ディープボンド、オーソリティ、ほとんど差がありません。間を挟んでアリストテレス、3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はディープボンド、オーソリティ、その後ろ間が空いてアリストテレス、並んでユーキャンスマイル、ウィンマリリン続いています。その外からはオセアグレイト、名勝天元続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はアリストテレス、残り 200m、 アリストテレス伸びてきた、外から一気に突き抜けるか。ユーキャンスマイル、ユーキャンスマイル、差し切った。ユーキャンスマイル、ユーキャンスマイル、1着、2着にはどうやらアリストテレス、3着にオセアグレイト、勝ったのはユーキャンスマイル、このレースを制したのはユーキャンスマイル。